あ、やるの？まあ1本だけでも。1本だけで飯入りの前に。いや3月にはまた改めてやりましょうやりましょう。まあセリーグだけでもいいんで。やりましょう。順位予想やりましょうよ。広島何位にするつもりですか？いやまあね、やっぱりさ、昨年のプロ野球ニュース全滅したからセリーグ。全滅ですか？中日だけあったから。あ、最下位。まあな、それでやっぱりいい限度で、今回は広島を1位にせんよ。しない。昨年は1位にしたもん。それは仕事関係で。いやそういうことはないけど、いやそれは忖度もない。ああ、そう。いやできるんじゃないかなと思ったぐらい。いや同時に揃うぞ。現実に6連勝バーンしたでな、 DeNA で勝って、でコロナとあれでちょっとおかしくなったけど、でも去年より今年の方がチャンスあるけど、昨日な、2月17日、阪神タイガース休みだったのよ。阪神タイガースの評論家とか新聞記者が小田新金ってね、来たのよ、ぞろぞろ広島に。私がキャンプ地にね、それらに岡さんとか先輩がおったり、亀山がおったり、まあいろんなのいたよ。でまあ尾形前監督もいらっしゃいましたよ。みんないっぱい、もう本当に来てたよ。亀ちゃんなんかに聞いたら「広島よう打つやろ」って。いや、秋山とかみんないいシーンで言ってたのよ。阪神のよう打ちますよ言って、阪神が打ち出したら勝つわ言ってないんだよ。阪神遠いから。いや違いますよ、20日に行きますよ。おお、見てみよう。いやほんまに阪神だから、わしが言うのが大げさかどうかいうのが分かるよ。まあ阪神だから阪神が打ったら勝つけんね。阪神2003年も2005年もやっぱり金本やら赤星やら今岡が100何打点したろ。そうですね。それでレフトのやつ新外国人、これ打つらしい。いや打ちますよ。ノイジー、そうようしとるのお前。野球大好きなノイジーが打ったらやっぱり外国人が打ったらそういよ。まあそうですね。シーツとかさ、バースとか優勝できとる。まあ阪神が強い時って、まあ、サンズとかも勝負強い、ね、そう結構ある時は優勝もできるかな。まあそうですね。やっぱり外国人が外れるとしんどいけど、ノイジーも打つし、岡田は豊の1個上だろうが。そうですなあ、だからよう分かっとるはずよ、いろんなことが。わしもいろんなことよう分かっとるけどだからあれ独特の野球感持っとるよね。まあそうですね。独特の野球感はっきりしてますよね。大体まあ二遊間が今までの野球だったら一番大事だと、センターラインじゃいって言うけど、彼はファースト置いてもうずーっと言うとるからな。星野監督にも言うとるから、ファーストって、ファースト一番。まあ確かに一時期センターラインって言われてたけど、いや右ですよね大体大事なの。そう特にセカンドファーストね、ライトとね、ライト、もうそういう野球になってきたよね。やっぱりファーストが上手だと豊も分かる思うけど、ああしまった、高い思ったらパッと取ってくれるとか、ああワンバンやったらさっと取ってくれたら、それはありますよね。あります。何事もなかったように終わりじゃないの。そうですね。それは抜けたらあれだけど、まあ抜けたら2つやる時もありますから。これ大山めちゃくちゃうまいの。いやうまいですね、キャッチャーね。うまい、大山うまいで、キャッチャーも梅野に固定するって言うし、ああいうところがキャッチャーの目からしたらやっぱり梅野がナンバーワンでしょ、阪神では。梅野はね、ちょっとね第三者から見ると雑に見れるのは、あいつこうやってね、こんな感じで投げるから、あれをこうさっとガッとこう投げないけどさ、もうどうでもいいわような感じで投げるから負け取る時にはちょっとふてくされてるような。そうそんな感じです。いい表現だね。いやいや、これが表現がいいのかどうかは分からないですけど、まあだけど梅野ってやっぱ力ありますもんね。あれずっと使えば2割5分は打つよ。まあそうですよね。パンチ力ある、DeNA はどうですか？ DeNA は正体不明なのよ、いつも。やっぱりね、豊も分かると思うけど、あそこはね、守備がうまい時って強いよ。だから98年優勝した時、サード進藤、セカンド石井拓郎、いやショートね、ショートごめん、それでセカンドローズやろ、それで駒田があったろ、谷繁がキャッチャーいて、下手なのはまあライトの佐伯ぐらいだったね。あれは中根が入ったら上手だったね。センター春が良かったですね。佐伯は勝つ強かった。今初めて認識しました。まあ確かに守備は良かったですね。でセンター張るで今のマシンガン打線じゃどうじゃこうじゃっていうマシンガンないから、マシンガン、いやそれよりやっぱ守備の方が近藤さんは良かったって言ってたね。打つ前そんなそんなの関係ないよお前とかでなんかこうなるほどね。だからまあ正体不明、まあ戦ってみてオープン戦とか見て、ああだから明日のカープと DeNA やるじゃない。でも豊は血はどういうんだろう。明日ジャイアンツ、ジャイアンツだからな。明日ジャイアンツのこと、いや試合ないんですよ。前のにはセールライブ、いや行きます。ちょっと見てからカープの技能座行けよ。いやなんかそういうわけにいかん。いやだからポイントをパッと決めてから。そうですね、ポイント。でもヤクルトは強いでしょ。ヤクルトはね、強いより野球がもうできるようになってるよ。そうですね、みんながね。でやっぱり高津がね、こうどういうかね、無理をせんようね、だから怪我をさせないようにキャンプを乗り越えるというところで、まあ去年でも中村が出遅れたけど、ああこれはもう今年ないなと思ったけど、日本シリーズでホームラン打った内山、ほらええキャッチャーになるよ内山で、松本もいるんですよ。松本ヤクルト行ってないでしょ。ヤクルトは明日行くって言う。いやだからね、みんな体がでかくなってるんですよ、キャッチャー。ヤクルト1000飲んでんじゃないんだ。それはいいらしいですね。ヤクルト1000が売り切れなのよ。いやそうですよ。だからコンビニとか駅の自動販売機でも全部売り切れですよ。そうそうそう、わしこの前も言ったら4本あったけ、これ4本見たら1人1本にしてください。そうですよね、だから早く行った方がいいですよ。1000はやっぱりヤクルトのキャンプでもすぐなくなるんですよ。いやいやだから明日は線をわしにパッとくれたら、ヤクルト3連覇で1位にしなきゃいけないのかなと思いながらまあそうですね、やっぱ A クラスに入るよね。まあ絶対入るでしょうね。なんぼマクガフがいなくなったりとかな。で巨人ね、巨人は本当にね微妙。ほらもう本当にマッチがどのぐらい盛り上げるかだな。マッチは勝ち運があるからね。いやマッチはものすごいやっぱり元気が良くて声出してますよ。いやいやマッチはね、それはもう本当にあいつはね、ジャイアンツの選手ってね、まあ言い方悪いんだけどバカになれないところがあるんだけど、坂本あたりがそれを見てどう感じるかよね。坂本はやっぱりもうプロフェッショナルで、いやーとこう守備もないし、バッティングもこう豊が言うようにセンターへ返してる時はいいんだけど、ちょっとやっぱりこう来られてこっち来てこっち行きたがるとようないな。豊がずっと言ったもんな、センターで。でもね中田がいいですよ。中田太りすぎじゃないか。いやいやそんなことないです。中田いい。原監督に聞いたら三冠王目指す。三冠王絶対ないそれ言ったら水も蓋もないから夢がなくなる。いや夢がない、それは目指すけど、それはお前三冠王なんて簡単に取れるわけないじゃないか。いやでもそのぐらいの可能性を秘めてる。いやそれは三冠はないよ。打率もね、あいつは鍋やるから話してください。いや三冠はないよ。三冠はね、村上も今年ない、秋山かね西川がね首位打者取る。あらえなかなかうまいよ。西川に一番最初に声出しさせてる、最初の初日に。で西川ってどっちか言うたら静かにこっそり野球やるタイプで、ほいで暇があったらちょっとサボる感じだけど、今年はやりましょう、やっちゃいましょうだからやりましょうなんか声出したのよ。そのおかげでサボらん、ずーっと全力でやってた。そうですね。それをまず一個で日南の打ち上げで、わしがカープを22から見て45年見たけど大変なことなんですよ。菊池が最後の手締めするのに、手締めしなかったんです。これは後に取っとく。いやいや手締めせずに、普通なら手つないだりするじゃん。まあまあそうですね。それを肩組んで最高しちゃった。これ初めて菊池があんなことをした。だから WBC 行ったら外されたけど、ちょっと俺ら WBC 先やるぞいう感じで、ちょっとやる気ですね。いやすごいね、なんかいい感じ。カープな勢い乗ったら怖いよこれ。じゃあ最後に中日もう最後早いね。いやもう6球団やってる。ああ中日はまあ申し訳ないけど今年は厳しい。それは二遊間がもういないし、でじゃあセ・リーグのどっかへ行ってどこでもレギュラーになれるやつはまあ岡林が投げるもんからな。まあそうですね。ビシエドがさガンガン打てば全然変わってくるけど、木下だってまあどうかの球団によってはレギュラーになれない。でもピッチャーいいじゃないですか。ピッチャーいいってお前誰が言うてみえ、ちょっと言うてみえて。大野、柳もやっぱりもう3番手4番手よね。なるほど。柳なんてもう広島戦通用しないよ。堂林がもうカモにしとるもん。3本ホームラン打ってん代打で。柳、巨人戦にもあんまり良くないですよね。もういやいや、柳はちょっと厳しい今。なるほど。小笠原がいい。小笠原と高橋宏樹、これはまあやっぱり全然違う。宏樹。全部詳しいね。いやいや、そんなことない。一字一句間違わんね、相変わらず。いや、そんなことないですよ。そんな完璧じゃないです。だけど今日沖縄のセルーラで広島から来た、発音良くなったんですね。セルーラでしょ。セルーラがで親子で来てたのよ。親子で来てて、松川さん、この子高川学園に行かすんですよ。いや、本当ですか？それじゃないよ。いやいや、セルーラで。セルラでね、わし言うたんよ。どう見てもちょっと小学生みたいな感じなんだよなと思って。中学から坊や中学校さん、あ、中学からあるんか。もう幼稚園からあるんですよ。あら、だから小学校6年生なんだよ。ああ、じゃあ中学から入る。あ、中学から高川学園が。わしはそれ知らんけ。いや、それは楽しみですね。わし言うたのよ。3年後のことお母さん今これ言うちゃいけんですよって言ったら、反論も何もせんかったけ。ああ、中学校からね。なるほどね。どうですか。高川学園でも甲子園残念だったね。まあ残念だったですね。光高校に。光は外してよね。そう。だからその光に教えに行ったというね。しかも大学取って。かっこいいね。いやいや、大学の後輩がいて、ちょっと助けてくれて。さすがだね。いやいや。まあ達川さん、3月にやりましょう。また改めて。いや、本格的にやろう。本当によろしくお願いしますよ。いや、今の聞いただけでわしらもうキャンプ全部巡ったような顔しとるけど。だけどそれはどうしてくれたら今ほんま最初に言ったけど、今メディアがな。やっぱりもうすごいもん。どこもチャンネルいないと思う。1日でカープ見て、でこれええんかな、ガーナ見て、スカイ A 見て、もういろいろ回して、で全部録画あるからな。で時々パッと138スワローズライブ見よう思ったら割れ目でポンってやるんだよ。割れ目でポン。あれは日曜日、土日かなしかやんないですから。割れ目でポン。いやいや。キャンプライブ。ああ、キャンプだから。ここまで聞いてきたんで、ちょっと順位予想もうさらっとで、また改めて3月にパ・リーグも含めてやるんで。いやいや、これは鍋もできてんですよ。わしがまあキャンプ行ってないけ失礼だし、新戦力ももう風の頼りと、だからまあ言い方悪いんだけど、新聞とそのテレビ越しと人の噂と。ね、でまあカーブとか見てるけどあれだけど、じゃあここは順位予想じゃなくて A クラスと B クラスに分けてください。分けよう。それはどうですか。 A クラス、A クラスは、阪神、ヤクルト、広島。おお、忖度入りましたね。いやいや、入らない。いや、広島はもうスコアラーがビビっとったもん。なるほどね。名前言ったら分かると思うけど、名前言えない。阪神の広島担当のやつが、広島担当のやつもうそれなくねん。豊がもうボコボコに打っとるらしいよ。わしは全然打てんかった。全然打てんかった。だから広島よう落ちますねーって。まあ去年広島が阪神をカモしとったからね、DeNA と。じゃあ B クラスはその残りよ。巨人悪いけどだから、でも6以外は本当にもうどうなるかわからない。まあそうですね。豊だから人に言わして、お前も言ってみよ。いや、僕ですか。僕はもう達川さんの話で腹いっぱいです。いやいや、それお前や、お前ずるいよ、お前。いや、僕他の動画でやってるんですよ。いや、まあ A 言ってみよ。まあ A クラスは DeNA、阪神、ヤクルト。今のところ大体一緒やね。だから巨人と広島と中日が、だから DeNA と広島こうするようだろ。まあそうですね。だけど広島の大瀬良見たらびっくりするぞ。そうですか。大瀬良はね、去年はねキャッチャーまで投げるの精一杯いう感じよ。今年はお前キャッチャーのずーっとお前はるか向こうの方に投げるようなダイナミックなフォームになる。変わったんですね。いや、あれ大瀬良背番号14番つけずに11番ぐらいつけて縦島で行ったら村山3回ぐらい。ああ、そうです。ザドベック東門みたいな。わかりました。いや、じゃあもう腹減ったでしょ。めちゃくちゃ減っとる。じゃあ食べましょうよ。じゃあ3月にお願いしますよ。よろしくお願いします。ありがとうございました。腹いっぱい食わないの3月分まで。